じゃあ、話していきたいと思います。今、紹介あった、杉井と申します。東京、今は東京工業大学の情報理工学院情報工学系の応用研究室で、研究をしていて、杉崎君とは、昔、理研で同じラボだったっていう経緯で、この話になります。はい。で、内容としては、こんな感じで、研究紹介もちょっとして欲しいってことだったので、それと、あとは、カビアへの登録っていうことになります。で、研究室のちょっと紹介をさせて欲しくて、東京工業大学の情報理工学院情報工学系の応用研究室って長いんですけど、応用研究室でやっています。で、研究事例は、タンパク質間相互作用とかの、データベースを作ったり、今回話をするその薬らしさを表現するような、統計モデルとか、いわゆる、薬の薬効とかの予測などを、主に扱っています。で、新設されたばかりで、ラボも、こんな感じで結構きれいな空間になっていて、創薬分野とかバイオインファクス分野を扱っているので、興味ある方は、アクセスしていただければなと思います。で、研究の紹介で、メインは IPI 登録の話なので、さっさといきますけども、QEPPI っていうものを開発しましたっていう話です。で、PPI っていうのが、プロテインインタラクションのことなんですけど、それを標的とする化合物っていうのは、従来の創薬標的、転写因子とかチャンネルとか、そういったものをターゲットする化合物とは結構違いが、特性が違って、これまでの手法では、その歴素かどうかっていう度合いを定量的に評価することが困難だっていうことが言われていて、これ PPI に標的にできそうかっていうのが、よくわからないっていう感じだったんですけど、それを開発しました。で、その研究概要と、パッケージを、PPI に登録したので、その手順を紹介します。で、PPI の話にあるんですけど、このようなよく見たことがあるツールだと思いますけど、細胞外からシグナルを受け取って、顆粒のタンパク質同士がこうインタラクションし合って、何かしらの機能を発生させるみたいな。例えばこの図だとアポトーシスなんですけど、そういうふうになっています。いろんなタンパク質が相互にインタラクションで、創薬の標的としてはやっぱり PPI は、かなり有望なんですね。なんでかというと、量が多いのでっていうことです。で、従来の標的だと、酵素とか、膜のタンパク質とか、チャンネルとか、転写因子とかあるんですけど、線とか、そのぐらいの規模なんですけど、バイオグリッドとかのデータベースを見ると、PPI の、数っていうのは、70万超えていたので、最近の数で。全部が標的とは限らないんですけど、検討可能な領域としてはこのぐらいっていう感じですね。で、創薬、PPI 創薬は難しいって話だったんですけど、PPI 創薬はなんで難しいかというと、やっぱりその今までの標的とはちょっと異なるということで、分子量が大きいとかはかなり特徴的ですけど、このちっちゃい点線のところが、携行品の今まで、いわゆる従来型と言われるような、と考えてもらっていいんですけど、オーラルドラッグよりもかなり大きめであると。で、疎水性も高くて、あとは、例えば、表面積もでかくて、みたいな、そんな、方向感も多くて、みたいな感じで、一般的に、見られる、指標が全て大きいみたいなような状態で、こんな風に見た目でも、化学式、構造式見ても、大きいみたいなのが、で、難しい。で、従来の指標は、QED っていう、有名なものがありますけど、そういったものであるとか、あとは、リピンスキーズルール5っていう、ルールがあります、ね。で、このルール、500、モレキュラーウェイトが500よりも大きかったりとか、疎水性を表すような、ものが5より大きかったら、っていうようなのが、2個以上、罰則があったら、ちょっと吸収が悪いよね、みたいなことが、言われて、で、こんなルールがあるんですけど、これを、ほとんどが違反しちゃうわけですね。PPI をターゲットするような医薬品っていうのは。で、それを、もじってルール4っていうのが、検討されていて、やっぱり PPI を、阻害するような、そういった薬物を、統計的に処理したら、
こんなクライテリアが出てきましたって話で、まあ、こんな一例なんですけど、まあ、やっぱ大きいですね。で、これを、どんなものかなって調べてみると、やっぱ400よりもモレキュラーウェイトが大きかったり、まあ、組織性が4より大きかったり、組織性争いの指標が4より大きかったり、みたいなふうにして、まあ、とにかく大きい側に倒れるわけですね。なので、まあ、ルールオブファイブとかの、まあ、真逆言ってるようなイメージみたいな。なので、まあ、難しいと。で、そこで、まあ、まあ、問題としては、QED は良いですと。だけど、まあ、経口医薬品用なので、経口品、医薬品らしさしか見えなくて、ルール4は、PPI インヒビターを、まあ、フィルタリングするにはいいんだけど、まあ、ルールベースなんで、まあ、定量性が欠けるっていうところが、まあ、課題としてありました。で、今回の研究では、まあ、そこの問題を解決するために、PPI というものを作りました。まあ、だいたいこう、PPI の化合物、PPI をターゲットするような化合物を、まあ、学習させて、まあ、モデル化します。で、気になってる薬、化合物をポコンって入れると、まあ、PPI スコアはこんなもんだよね、みたいなのができるようになったっていうですね。はい。で、まあ、精度とか、まあ、ね、細かい話。まあ、ちょっと実装のところは置いといて、まあ、どんなもんかっていうと、まあ、QEPPI のまあ精度としては、そういった QED とか今話しましたし、QED って真逆いっちゃってるので、明らかに悪いですね。このグレーの線が QED でもう真逆いっちゃってますけど、で、なので、1引く QED よりも大きいっていうのが、まあ、一番超えなきゃいけない壁みたいなところではあるんですけど、まあ、それは青いラインで、まあ、全然超えていて、で、ピンクのラインが、まあ、QPPI の、ROC 曲線なんですけど、まあ、そうなっていると。で、まあ、PR カーブも、まあ、同様に、まあ、精度としてはもう、ね。で、あと、ルール4は、ルールなので、なんかどっかの点を取って比較するしかないんですけど、まあ、それで見ても、まあ、F スコアで、あくまで勝ってる状態になっていると。あと、まあ、一番重要というか伝えたいことは、まあ、ルールオブフォーはこの点なんですけど、これ罰則なし、1個あり、2個あり、3個あり、4個ありみたいな感じなんですけど、それに、まあ、たまたまなんですけどね、まあ、沿って、こう、連続値になっているような感じになっていて、まあ、QPPI はルールオブフォーの、まあ、拡張概念みたいな形でなったんじゃないかなというふうに考えています。逆か。はい。で、臨床フェーズの化合物とか市販薬へ QPPI を適用した例なんですけど、まあ、こうやって適用してみましたと。で、ここから見えることは、市販薬ではなくて、臨床フェーズにあるものが比較的こう高いところに分布していて、承認された市販薬はなんか比較的低めに、分布しているっていうことが、まあ、ちょっと特徴的で、これちょっと、なんか、期待してるのと違うって思うかもしれないんですけど、まあ、今すでにもう市販されてるものっていうのは、なんていうかね、こういう大環状化合物で、なんかとにかくでかいみたいなのが昔、承認されたものは多かったっていう感じですね。で、今最近の、国の開発地にあるようなものは、こういった形で KPPI が高いものが多い。なので、まあ、直近に、すごく適合した、形の、直近の、臨床フェーズにあるような化合物にすごくフィットした、まあ、アルゴリズムになっているという形になります。で、これちょっと調べて、意外性が高いので、調べてみると、年代別で見てみると、なんつうか、まあ、昔、こっち側は、イヤーは、マーケットに出た初めての年みたいな感じですね。だと、まあ、すごい昔出たものは、やっぱり QPPI 少ないんですけど、ちっちゃいんですけど、まあ、比較的10年ぐらい前ぐらいから出てるものに関しては、売られてるものに関しては、まあまあ高くなってきたみたいな、そういった傾向があります。で、一方で、臨床フェーズのものに関しては、まあ、低いのも多少なりともあるんですけど、基本的には、なんかまあまあ高い。つまり、これ整合性があってますね。なんか今後はこっち側に、臨床フェーズのものはいずれここら辺に来ることになるので、まあ、だん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 、高いものが多くなってくる。まあ、それも合わせて KPPI がやっぱり、今後開発されていくようなものに対してフィットしているということが、まあ、示されているような形になります。
で、まあ、これから何ができるかっていうと、まあ、連続値にできたってことは、機械学習に使えるっていうことで、こんなような、まあ、みんな見たことあるような図だと思いますけど、こんなような、ガンとか、許可学習の、組み合わせたような、もので、化合物を、まあ、文字ベースで、生成するモデルとかを作ったり、この報酬、KPP スコアがいくつ以上だったら報酬を与えるみたいなふうにして学習させることで、まあ、いい感じの、なんだろうな、化合物を生成させるみたいなことができたり、まあ、同じように、コンディショナル VAE みたいな形で、まあ、普通の VAE にプラスアルファで、入力、まあ、データセットの中に、いろんなモレキュラーウェイトとか、まあ、いろんなプロパティを入れた上で、さらにレイテントスペースにも突っ込んで、生成させるっていうことが、まあ、できますけれども、まあ、その中に QEPP スコア、QEPPI スコアを入れると、まあ、狙った QEPPI スコアのものが、まあ、出てきて、まあ、いい感じの PPI 阻害薬みたいなのが、まあ、作れるんじゃないかなっていうことを、まあ、考えているっていう感じですね。はい。半分使っちゃいましたね。はい。というわけで、まあ、こんな研究やってますんで、これの開発をして、まあ、パッケージ化したので、パッケージの話に入ります。はい。で、先にゴールで、基本的にあまり、PyPI の登録っていうのがあまりやられてないということだったので、その説明にします。で、PyPI は、まあ、なんか登録すると、こんな画面になりました。で、こんな画面で。まあ、ちょっと最新、ちょっとバージョン違ってますけど、まあ、こんな感じになります。で、これを、こうなることを目指すための説明で。で、大まかな流れは、パッケージ化するのに必要な、まあ、モジュールをインストールして、で、あとはソース。まあ、これは、まあ、実際には GitHub とかで作ってるものを、まあ、ちょっと変えればいいだけなんですけど、あと、まあ、追加とかあるので、まあ、それをやると。で、あとは、今回は、この、ちょっと発音わかんないですけど、TwoIn、TwoIn っていうのか、わかんないんですけど、これを使って登録しました。で、まあ、R とかでもそうだと思うんですけど、必要な、パッケージに必要な、ツールっていうのがあって、まあ、これ大体そもそも、入ってるものが多いんですけど、まあ、アップグレードも含めてやっちゃいますと。で、アップグレードと、まあ、さっきのこのツール、Twine、Twin、どっちかわかんないですけど、これを入れます。で、これを入れておいてやると。ただ、モジュールの実行環境そのままで、そこの、それをパッケージ化するみたいなことをやろうとする場合は、なんかまあ、PyEnv とか、まあ今だと PyEnv じゃないものを使ってる人が多いかもしれないですけど、まあとにかく Python の環境を、まあアップロード用の環境みたいな切り分けてやっていく方が、いいかなとは思います。要は、これぐらいしか入ってないような環境ですね。はい。で、あとは、こんな感じのファイル構造になる、にします。なので、します。で、全体の、その、まあ、ソース本体みたいなのは、これですね。あ、まあ、これ KPPI をちょっと例にしてるんですけど、KPPI はこの3つあれば動くんで、3つあればいいんですけど、あとはプラスアルファをパッケージ用のものっていう感じですね。はい。っていう感じですね。で、initpy の説明をすると、まあ、initpy には、まあ、なんかこういった基本情報を書くみたいなので、まあ、例としては、ちょっとちっちゃいかもしれないですけど、この、まあ、コピーライト書いたり、バージョン記したり、ライセンス書いたり、まあなんか自分の名前書いたりみたいなことですね。はい。で、あとポイントは、initpy のこの頭のところに、この、from.constantimport なんてらみたいなことを書く。つまり、ここの本体のモジュール群を全部、の中の関数全部、インポートしますみたいなことを書く必要があります。で、これ書かないと、これ、なんていうの、ディレクトリー的にこう読み込めなくなってしまうので、これを書くことが、大事です。はい。で、次。で、次は、メインソースですね。まあ、メインソースはもう実際にその場面で作っているものなので、問題ないんですけど、最初からこの形で、作成している、もうパッケージ化する前提で作っていれば、何も問題ないんですけど、僕が今回作ったときは、この上流階層にこの子たちがいたので、まあなんかこう、
ガコンって下げたみたいなことをしたので、インポートのところをまあうまく修正するってことは、もし後からやる場合は必要になるかなとは思います。で、また、さっきバージョンはまあ init.py に書けばいいよねって話をしてたんですけど、こういうふうにバージョン .py とかにして、同じように、アンスコアンスコバージョン、いくつみたいなふうに書いても大丈夫です。それはやり方はいく通りもあって、どっちでもいいんだけども、どっちでもできますっていうこと。で、次にマニフェストインとか、マニフェストって書いてるだけのものもあるんですけど、これは何かっていうと、まあオプションでやんなくてもいいんですけど、まあなんかちょっと特殊な場合には、必要かなっていう感じですね。で、ライセンスとか、リードミーとか、セットアッパイは指定しなくても勝手にこうパッケージに入ってくるのでいいんですけど、なんか逆にリードミー取り除きたいよとか、リクエアメントテキストとか入れたいよっていうときは、ここに書かないと、入っていかなくて、特にリクエアメントテキストを使う場合は書かないと怒られちゃうんで書きましょうっていうことですね。で、まあ、こんな感じで羅列するだけです。はい。で、インクルードかエクスクルードかみたいな感じですね。はい。で、次に、メインというか、一番大事というか、セットアップ、パッケージ化するのに必要なのが、このセットアッパイっていうやつですね。で、セットアッパイは、パッケージの基本情報を書きます。で、どんなことを書くかっていうと、これ以外にもあるので、ちょっとドキュメントを見てほしいんですけど、パッケージの名前とかバージョンとか、自分の名前とか、あとは詳細の説明とか、URL は何でもいいんですけど、大体 GitHub の URL とか、ライセンスとか、あとは、大事な依存関係のあるパッケージですね。で、あと、分類語リストって書いてあるんですけど、これは、PyPI に、なんかもう決められてる、なんか分類、の部分があるんですね。で、分類の部分があるので、そちらに、を指定します。はい。で、ちょっと細かい説明をしていくと、ですね、バージョンですね、バージョン。で、バージョンは、なんか、ここに1点いくつ、2点いくつみたいなことを書くと、ちょっとわけわからなくなっちゃうんで、さっきのバージョン .py とか、init.py を読み込んで、入れるみたいなことにした方が良いですね。で、そういうふうな書き方になっています。で、あとは、ロングディスクリプションって言って、PyPI の中に、こう、説明文を書けるんですけど、PyPI の中に説明文を書くときに、GitHub のは、リードミーをそのまま入れたいなみたいな時には、こんな風にして、リードミーを読み込んで、ロングディスクリプションに突っ込むみたいなことができるので、こんな風にやれます。で、あと、僕が今回そのインストールリクエアは、直書きしたんですけど、リクエアメントテキストでやりたい人は、例えばなんですけど、こんな感じの関数書いて、つまりこう読み込むってだけの話ですね。書いて、書いて、ここに入れ込めば良いという感じです。はい。次、ちょっと時間がないかな。で、あと、今、セットアッパイの話したんですけど、おまけで、ちょっと僕もあまり詳しく知らないんですけど、このコンフィグファイルでやるってこともできますね。上だと、なんかちょっとごちゃごちゃしてるなって思う方もいると思うんですけど、その括弧の中で。で、ここにほとんど何も書かないで、こっちに、なんかこんな ini ファイルみたいな感じで、ダーッと書く。で、これで、えいってやることもできるようです。これちょっと仮な例で置いときます。で、これが準備できたんで、あとアップするだけ。アップするときに、ビルドしていくって感じなんですけど、ちょっとテストしておきたい。で、ここまでできると、Python のそういったアッパイインストールってやれば、インストール、ローカルでインストールされます。で、そうすると、こんな風にして、インポートして、バージョン確認みたいなことをすると、できてるなとか、あとは、ピップリストすると、自身が作った、パッケージが、見れるので、インストールされたなっていうのがわかるので、軽く確認っていうのは。で、あとは、ビルドしていくんですけど、S リストとか、B リストウィールとかっていうのを、コマンドを打ちます。で、そうすると、ソースファイルの、ZIP されたものとか、ウィールファイルになったものがあります。で、こう、なんだっけな。このディレクトリ構造的にはこんな感じ。S リストで生まれるのはこんな感じで。
B リスト、ウィルの方で生まれるのは、このバイナリーファイルと、このバイナリーファイルと、まあ、実際のビルドファイルになります。で、このリストっていうディレクトリにあるものの、この、これですね、ビルド済みのファイルと、このソースですね、これが、これを PyPA にアップロードするということです。で、ちなみに、中身はどんな感じかっていうと、さっきの TardyZ の中身はこんな感じになっている。で、マニフェストインとこういうのが入ってきますね。ライセンスとか、リードミーとか入ってきて、あとはまあメインの関数トークンが入ってくるという感じになります。で、ウィルファイルはバイナリーファイルなんで、見ても人間的に理解できないんですけど、これがまあ大体インストールされて、使われると。なので、まあ、MacOS 用とか Linux 用とか、まあ、ちょっとその、その環境によって動きが異なるような、パッケージを作っている場合は、いろんな場所で作って、そういった場所でちゃんと作って、それをパッと上げるっていう感じで、やった方がいいですね。プラットフォームによってバイナリーを変えることで汎用性が増す。で、この2つは上げていくって話です。で、上げるには、テスト用の環境っていうのと、本番用の環境っていうのがあります。なんで、ユーザー登録がする必要があるので、まあ、なんか一般的な、ウェブサイトのユーザー登録をしましょう。で、しました。で、してる前提で、えいってやりたいんですけど、で、コマンドパーンって叩けばできる。このコマンドちょっとちっちゃいかもしれないですけど、スライドは公開してあるので、細かい字はそちらでも見てもらったらいいんですけど、そうです。で、これをやればいいんですけど、やると、そのままロングディスクリプションで書かれたり、まあまあ、アップロードされます。ただ、やり直しみたいなのができない。まあ、基本的にそういうものだと思うんですけど、もしやり直すと、バージョンを変えなきゃいけないんで、例えば1.0.0から始めたような場合だったら、1.0.1みたいな風に少なくとも、こうなんか1個上げないと、なんか上がりません。なんか怒られます。で、こんな感じで怒られます。中身を変更しててバージョンが一緒だと、なんかおかしいよって言われちゃうので、そこだけ注意なんで、結構まあある程度練ってから上げるっていうのが大事ですね。はい。まあ、テスト、PI と PyPI のバージョンがずれてても問題ないんで、テスト PyPI でしっかり確認するっていうのが大事だと思います。で、まあ、さっきのコマンドこれですね。これ。で、PyPI、テスト PyPI の URL。まあ、この URL を入れてやる。そうすると、まあ、ユーザーネームとパスも求められるんで入力するんですけど、まあ、入力して、入ってやると、こんな感じでできます。眺めると、こんな感じで、やると、ここ見てねって言われるんで、まあ、ここ見に行きますね。見るとこんなんだ。で、テスト PyPI に上げると、こう、なんていうんですかね。ちょっと pip インストールなんちゃらだけじゃなくて、まあ、テスト PyPI 用のなんか URL みたいな。で、まあ、見た目とか、あとはちょっとこれもう pip インストールできる状態なので、まあ、pip インストールして、まあ、なんか適当に、挙動確認。必要に応じてはテストコールとか走らせたりとかして、確認するっていうことが、まあ、いいかなと思います。で、ここまで行けばもう同じで、まあ、ここをしっかり確認した上で、本番環境に同じようにやる。で、URL が変わるだけですね。URL 変わるだけで同じようにやります。そしたらもうこれで終わりで、もうでき、すみません、もうすぐできる。もうすぐアップロードできて、すぐ PIP インストールできる状況です。別にさ、なんか確認とか査読みたいな、なんかそういうチェックみたいなのは全く入らないんで、すぐできるっていう状況になります。はい。で、これで登録自体は終わりです。で、これ終わりなんですけど、先ほど、鶴崎君からもあったみたいに、そのなんか、忘れちゃうんですよね。これなんかいろんなことをやる。なんで、僕は大体メイクファイルに全部落とし込んでるんですけど、その前に、その登録するときに、まあ、どん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 いろいろやっていくし、あとパスとか求められるのもなんか、ちょっと嫌なので、APA トークンっていうのが、取得できるので、APA トークンを取得します。で、取得して、ニューロスラの、ドット PyPIRC っていうのを作って、ここにこんな感じで、まあ、書くと、なんつうんだろう。ここは自然と読み取ってくれて、
自動的に、自動的に読み取ってくれて、ログインが、ログイン、パスとか書くことなく、そのままアップロードができます。で、注意は、なんか、この PyPI、なんちゃらかんちゃらかんちゃらっていうハッシュみたいなのが出てくるんですけど、この全部含めて、ここに書くっていうのが必要です。はい。で、ここにパスとユーザーネーム書いてるんですけど、まあ、こっちの方が多分いい。はい。で、あとは、まあ、メイクファイル作りましたっていうのがあって、まあ、何回もやるので、最初にビルドとかしてるときに、エッグファイルとかが残っちゃうので、前のバージョン残っちゃうんで、まあ、まずそれを消すっていうコマンドが用意されていて、用意されていてってか作ったんですけど、用意して、単純に消す。で、消してから今度ビルドする。で、ビルドするのはさっきの S ディス、セットアップは S ディストと B ディストウィルですね。で、もうそれができたら、あとアップロードするだけなんで、テストデプロイでアップして、で、デプロイで、PyPI に本番アップロードみたいなふうにして、まあ、僕は大体こう時系列順に上から書くようにしておくと、まあなんか、ああ、そうだったなっていうのがわかるんで、思い出せるようにしてやっているという感じになります。はい。以上ですね。はい。ちょっと長くなっちゃいましたけど、こんな感じで、まあ、QEPPI を開発したって話と、まあ、それを、登録していって、最後、メイクファイルで、まあ、タスク化して、フロムをアップデスクしたっていうところになります。はい。以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。普段僕は R で書くことが多いので、あんまり Python の知識がなかったので、すごい勉強になりました。よかっありたがとうです。ございます。そうですね。なんか、Python 業界の雰囲気みたいなのがちょっとわかんないんですけど、結構パッケージを作るにしても、そのパッケージビルダーは複数あるじゃないですか。他にもなんか、ポエトリーっていうのがなんかあった気がするんですけど。それはパッケージビルダーっていうよりも、単純に Python のバージョン管理システムだ。Python というか、Python の、なんだ。パッケージの、ゲージマネージャーみたいな。パッケージマネージャーです。で、もしかしたら、それでもできるって書いてあった気もするな。確かに。確かに、いわゆるビルドができるかもしれないですね。なんか調べてたときにそれも書いてあったような気がします。でも基本的にあれ、ポエトリーって、いわゆる、なんだっけ、その、モジュール、SQL とかそういったいろんなモジュールの、管理。だから、PyEnv とはちょっと違うけど、まあ、VEnv とか、なんかそこら辺と同じ。モジュールの管理ツール。そこにもしかしたらプラスアルファで、このセットアッパイ的な、ものが付随している可能性はあうん、あとパッケージを登録する先のレポジトリとして、今回は PyPI だったと思うんですけど、本棚に登録する人もいるじゃないですか。そうですね。そこは、なんか、どういう住み分けになってるんですか？ 確かに。そうですね。今回はこんなにはやってなくて、ちょっと今度のことは本当に調べてなかったので、わかんないっていうのが正確な答えなんですけど、今度にしかないパッケージがあるんですよね。特に、特にかな。まあなんか結構この今僕がいる業界が、その RD キットを使うので、RD キットは、RD キットっていうなんかその化学式を、おりおりってする、計算するソフトウェアなんですけど、オープンソースソフトウェアなんですけど、で、それが Conda にしか今までなかったんですよね。で、その絡みで Conda に登録する人が多かったりするっていうのもあるんですけど、あとは Conda は結構そのインストールするっていうのかな。インストールの時にものすごい依存関係のチェックをめちゃめちゃやってくれるんですよね、自動的に。なので、結構厳しいんですよ、その、だから、今度はインストールで何かやろうとすると、あなたの今の環境だと、そのなんかバージョンインストールできませんよ、つって、ペッて蹴られちゃったりするんですよね。実際に自分で、パッケージングっていうよりもインストールするときとか。
なんで、そこが、まあ、逆に言えばめちゃめちゃ時間はかかるんだけど、めっちゃちゃんと見てくれるっていうような感じ。で、PIP インストールの場合は、なんか、結構適当にインストールしちゃって、インストールはできちゃうんだけど、現実問題、バッティングっていうか、なんつうんだろう、衝突みたいなのが起きてて、動かなくなっちゃうみたいなことがあるんですけど、今度の場合だと、先にそれが結構事前に分かるっていうような感じ。PIP でも依存パッケージはついでに一緒に入れるんですか？あ、入れます。今回も入れましたね。あ、入れることができます。ほうほう。セットアパイのところの、どこだっけ？セットアパイ、ここ。ここ、ちょっとちっちゃいですけど、ここのところにインストールリクワイアーズっていうのに書いておけば、で、ちゃんとその、なんだろう、これよりも、なんていうんだろう、バージョンは新しくね、みたいなことを書いたり、このバージョンで、みたいなふうに書いておけば、その環境にそれがなければそういうふうになるっていうか。はい。とか、これを、まあ、これ直書きしてますけど、リクエアメントテキストに入れとけば、そういうふうにもできる。超たくさんある場合とかは、こういうふうにまとめた場合が良さそうですね。あとなんか登録した先でそのパッケージがちゃんと動作するかはテストみたいなのあるんですかね？登録した先で、レポジトリ側でそういうテストはするのかなというのは。実際に、テスト項目、テストの、何が、ここに書かなかったかな。テストもできます。テストを書いとけばテストができます。あ、そのコマンドで向こうにサブミットしたら、向こうのサーバーでそのテストが走るという動作ですかね。サーバーというよりも、手元でテストなんがか始手前で、ちょっとここに書かなかったんだよな。テストとかちょっと抜いちゃったんですけど、なんかここにテストをやる項目があって、しかもこのバージョンとかも、いくつか書いてあったりすると、そのテストが動くようになってます。なんで、動きます。ただ、まあ、テスト動きますっていうことですね。テストファイルみたいなの書いておけば。ただ、なんか、実際に動いてるのがユニットテストなのかな？ユニットテストなのか、パイテストなのかちょっとわかんないんだけども、何かしらのテストが動いている状態。で、僕はまあ、もともとのその GitHub 上のところで自動的に、やってるので、あまり意識してないんですけど、ここになんかテストなんたらっていう、項目があるんですね。で、そこに、書いて、そのテストファイルのリ、えっと、ディレクトリかな？ファイル名かな？を書いとけば、そのテストが走るはず。あ、すみません、その、走るのは、ローカルマシンで走る。ローカルで走ってるんだと思います。向こうじゃなくて、ローカルにそのログが残ってるんで。なるほど。はい。ここに、この結局ファイルとして、をやったときに、この中にテストの名残みたいなのがここに残るんです。このファイル。ローカルで残ってる。じゃあ CI でテストするのが主流な感じですかね。この PyPI においてってことですまあ、あんまり全体像とかも、か？ もしれないですけど。まあ、僕もちょっとやったばっかりで、なんか細かいところ、その自動化のところみたいなところまでは、きちんと把握はしてないんですけど、基本的には、なんか結構ある程度その CI を意識してるとは思います。ただ、この PyPI 上のテストっていうのは、実際問題どういうふうに細かくな、あのな、やられてるのかなっていうのは、ちょっと細かいところまで理解してない。ありがとうございます。あと、他に、質問したい方いれば、ぜひ、どうぞ。質問いいでしょうか。どう。ビルドするときに、その OS とかを変えて
やると思うんですけど、MacOS でビルドしたら、MacOS で動くようなパッケージが出来上がると思うんですけど、ってことは、なんか、今回メイクファイルとか用意してるので、Mac 環境でメイクファイル動かしてとか、Linux 環境でメイクファイル動かしてみたいな感じで、OS ごとのパッケージを作るって感じでしょうか。と僕はそう思っています。なので、結構、今や、自分でやってみて、多分そうだっていうことしか言えないんですけど、おそらくそういうことだと思います。で、自分でやってみて、よくありますよね、落としてきたときに、MacOS ってついて、Mac でやれば MacOS ってついてきたり、Linux でやれば Linux ってついてきたり、みたいなことがあるので、まあ、そんなふうに、自分で作って、それぞれ作って、それを上げるっていう感じだと思います。ありがとうございます。それはこっちの、ローカル側で、はい、複数の OS のマシンを用意しといて、バイナリーを作るんだと思う。で、それを、まとめてあげないとバージョンがおかしくなっちゃうので、まとめて置いてあげると思います。Windows もあるんですよね。Windows もあると思います。もし Windows でやれば Windows でできる。ちょっと僕、Windows のこと全くわからないんですけど。うん、Linux でこれを同じことをさせると、Linux バージョンみたいになるんだと思うんですけど、今回作られた場合は、こんな、今回は、なんか、環境に対してなんかあんまり関係ないぞみたいな風になると、これか。なんかこの、何any ってなるんですよ。僕が MacOS ってなったり、Linux になったり、まあ、Linux の場合はなんか 32bit とか64とかも影響してますけど、なんかそういう風になったり、なんかメニー Linux とかになったり、なんかいろんなパターンがあるんですけど、で、これはなんか何any ってなって、まあなんか、その、あまりこの環境っていうのが意識されてないような状況になってる。だから実際にこれ僕 Mac でビルドしてますけど、Linux でも使える状況になってるです、ね。まあ、僕が書いたそもそものコードが、全然その環境に依存しないようなコードでなってるからだと思うんですけど。まあ、バイナリーになってなくてもソースがあれば最悪、うん、そうですね。そこでコンパイルされてるんだ。ああ。じゃ使う側がコンパイルするか、事前にコンパイル済みを配布するかって違いってくらい、うんうん、そうですね。なんで、はい、そうだと。そうです。結局、この TAGZ の方が、こっちが、こっちが、ビルド済みのもので、こっちが、ソースファイルになるって感じ。なるほど。はい。で、その両者を上げるのが普通だと思います。うん、他に質問はありますか？一つだけいいでしょうか？はい。私は普段 R しか使ってなくて、Python は本当になんか PyPI からダウンロードするぐらいなんですけど、ちょっと的を得てないかもしれないんですけども、なんか PyPI であるときはそこは取ってきたらいいんですけど、なんかその GitHub にしか置かれてないときとかっていうのが、あったりして、例えばその GitHub。どこにしか。あ、GitHub ですね。ああ、GitHub。GitHub だけにしか Python ソースが置いてないときがあって、その GitHub に置かれてる状態と、その PyPI に置かれてる状態っていうのは、なんかさっきちょっと議論されてたかもしれないですけど、なんか違ったりするんでしょうか。そうですね。まあ、ビルドされてないので、ビルドされてない状態のちゃんとしたソースファイルみたいな風に、GitHub 上に置かれていれば、うん、また違うんですよね。で、あとは、いい感じに置かれていれば、pip install、なんだっけな、プラス git、なんちゃらかんちゃらかんちゃって、その URL をピッて書けば、うん、GitHub 上のものを、まあ、なんかちょっと、開発段階系のものも、pip インストールできますよみたいな風にできるんですけど、もう全くそんなものも意識してない。もうあとはなんか、Git クローンしてなんかいい感じに使ってねって場合も結構多いので、うん、なんかその状況によりますね。pip インストールでその GitHub の URL を入れ、GitHub
の URL というか、まあ、GitHub の URL プラスアルファみたいなのを入れれば、PIP インストールのように使えるように書かれ、あの、GitHub に用意されているものもあれば、もうそんなことは知らんっていう、もう、我々は GitHub でしかもう考えないのだ、みたいな人もいる。結構それは開発者によって考え方が違うやつ、はい、ああ、もうそう、そうですね。もう全然考え方違うというか、GitHub に上げてるだけマシでしょっていうことです。なんか R の場合だと結構その GitHub に上げててもその Div ツールで Git インストールみたいなので R でコンパイルできるっていうのまでなんか保証してる場合が多くて、なんかそのあたりのなんか Python のなんかちょっとこう不親切な感じをこう普段感じる。なるほど。なんかあんまりそのまあでも人によるのはね、まあ、パッケージ化するっていうことにこだわってる人たちはちゃんと、PIP インストールできるとか、まあ、コンダインストールできるように全然して、まあ、有名なものはほとんどがされているので、されていますよね。で逆に、まあ、ある意味ちょっとマニアックというか、まあ、個人というか、まあ、研究室レベルで開発されているようなもので、そこまでやるのかっていうのと、なんか多分そこまでやらないことが多いのかもしれないですね。あの、やっぱり。OSS が。管理が大変だとかそういうこともあったやらない人が多いのかもしれない。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと時間が押してきているので